今季、15勝をマークしセリーグ最多勝に輝いた巨人の菅野智之。チームはクライマックスシリーズで敗退しており、ここからはその巨衆が注目を集めることになる。画像、大谷翔平マミコ夫妻の中むつまじい2ショット、写真を厳選してお届け。愛犬デコピンも登場。すでに海外 FA 権を行使してのメジャー挑戦の意向を表明しており、 ポストシーズンの最中より海の向こうでもその名前が大きく取り上げられてきた。そして、オフに入った現在、米国内ではさらに具体的な内容で日本人右腕の MLB 移籍が論じられている。サンディエゴパドレスの地元メディア、イーストビレッジタイムズが現地時間10月24日、菅野のキャリアや投手としての特徴を紹介するトピックを配信。 またその中ではパドレスの獲得候補の一人であるとした上で、様々な見解を綴っている。同メディアは、官能 NPB において、世代を代表する日本のトップ投手の一人、と位置づけており、通算の脱三振率 K、K% は21.4%と、MLB 基準では控えめかもしれないが、通算よ支給率が4.68%と安定している点は大きな魅力だ。 などと評価するだがその一方ではフリーエージェントとしていくつかの懸念材料もあるとしてシーズンごとでの防御率のばらつきを指摘するとともにまた2023年にはキャリア最小の77.2イニングしか投げていない今年の投球回数は2023年の倍以上だが2025年シーズンでは年齢も35歳に達するため慎重な視点が求められるだろう と主張しているまたスキルについて同メディアは彼は二硬派の右腕でフォーシームツーシームシンカースライダーカッターカーブスプリッターの6種類の球を操ると記しており球速は90から 92mph だがスライダーとカッターは速度と変化が異なり打者を翻弄するのに十分な威力があるさらにスプリッターも優秀で パドレスの投手育成チームには興味深い素材と言えるだろうとしてベテランとしての投球術に関心を示した加えて契約となった場合での見込みとして実績 MVP 受賞や参観オールスター選出は十分だが2022年